カプロに CA-114 カプロに CA-114 は1930年代初めにイタリアで製造され、1930年代から1940年代にかけてペルーで運用された複用戦闘機である。カプロには1933年にイタリア王立区軍向けの新型短座戦闘機の協作用に CA-114 を設計した。 この機体は練習機の CA-113 から派生したもので、同じ翼服の上下の主翼が前後にずらして配置された短座服用機であった。胴体は交換性骨組組を全部胴体は着脱式の金属製パネルで、機体後部はハフで覆い、2本桁の木製主翼はハフ張りの構造であった。スーパーチャージャー付きのブリストルマーキュリー49、機動性型エンジンは、 高度4000メートルで395キロワットを発揮し、可変ピッチの3枚、ブレードプロペラを駆動した。武装は2丁の前方固定式7.7ミリメートル機関銃を装備していた。イタリア王立空軍が公式の試験を実施した、結果フィアット CR-32 の方を選択して、CA-114 は落選したが、カプロニシャは、 ペルー航空部隊内に購入者を見出し、1934年4月22期の発注を受けた。これらの機体は1934年11月終わりと1935年1月の2回に分けて納入され、第2戦闘飛行隊とチクラーヨに新設された、ペドロルイズギャロ駐中基地の第1航空飛行隊の一部で収益した。1939年に機体が、 オーバーホールのために、リマにあるカプロニシャの工場に送られた時には、わずか1機のみが損耗として記録されていた。重い排気集合管は廃止されて、独立排気管に変えられ、これにより幾分か最高速度が向上した可能性がある。加えて、オリジナルの石穀の塗装が、全面銀色のドープ塗装に塗り替えられた。残存の10機で6機のより近代的な、 ノースアメリカンなマイナス50戦闘機と共に、第21戦闘飛行隊の、第42と第43飛行小隊の一部として、編成された。戦後に、CA-114 は、第一戦から引き上げられ、リマのラスパルマス空軍基地で訓練に使用されていた。1944年遅くに飛行停止となり、間もなく廃棄処分とされた。 1934から1935代に、戦闘飛行隊、イ・エスカドレンデイビション。リマのラスパルマス空軍基地で訓練に使用。3機が予備機。1935から1938代に、戦闘飛行隊、イ・エスカドレンデイビション。チクラーよのペドロルイズギャロ中佐空軍基地。リマのラスパルマス空軍基地のエスクエラデイビション。ミリター、ホルヘチャーベス。 1939から1942第21戦闘飛行隊の第42と第43飛行小隊チクラーヨのペドロルイズギャロ中佐空軍基地 V エスカドレンデインストラクス4リマのラスパルマス空軍基地1942から194428エスカドレンデインストラクス4リマのラスパルマス空軍基地諸言性能武装 ありがとうございます。